熊巫子は、吉本マスメによる日本の漫画作品。月刊コミックフラッパーにおいて、2013年5月号から連載中。熊を建てる神社に巫女として使える、中学生の少女町と人間の言葉を話す、ヒグマの夏の交流を描く。2014年3月より、角川が運営するウェブコミックサービスコミックカッカーにおいても第1話と数話が無料で読める。 2015年10月9日、テレビアニメ化が発表され、2016年4月から6月まで放送された。本校では、漫画のほか、テレビアニメ版とウェブラジオ、熊で村々起こし放送についても記述する。東北地方の山奥にある熊で村。その山の上にある熊で神社の巫女として使える。中学生の少女、町は、都会の高校に進学することを決意する。 しかし、ずっと山奥で暮らしていたために、田舎コンプレックスを抱え、さらに極度の機械音痴であるため、熊の夏は反対する。町は都会へ出るために夏が与える試練へ挑戦しつつ、熊で村で巫女としての役目を果たしていく。少し変わった、非日常的な田舎暮らしの日々を描く、スローライフストーリー。声優は、突起がない限りアニメ。文中の話数はアニメではなく、 原作準拠。以下の村田智衣変死事件関係は、アニメ第10話で登場した田村清を除き、アニメには登場しない、カッパ追い祭りの参加者たち。初登場時はいずれも名は不明で、作中でも、新ロリ、新シ,ショタなどのテロップで紹介されるのみだったが、第62話以降、名前が正式に命名された。 2016年4月から同年6月まで ATX や東京 MX 他にて放送された。全12話。また、BD、DVD 全2巻に OVA が収録されている。第9話を除く C パートでは、マジホン和歌四小膜マミコちゃんも放送された。おっと泉にて、 熊で村村おこし放送のタイトルで2016年4月1日から6月24日まで毎週金曜日に配信されていたパーソナリティゲストコーナーリスナーゲームを村民名と呼称するただし村民名と発音するのが特徴であった原作はアニメの本放送が終了してから5年が経過した2021年の時点でも継続中で完結していないため アニメの終盤はオリジナルの展開となった。ただその中で特に最終話における展開と、それに沿ったキャラクターが発したセリフが視聴者の大きな不評を買ってしまった。それに加えて原作者である吉本も自身のタンブラーにて、私は脚本をチェックするのは断りました。プロだからお任せしました。なのでこんなことを言う資格はありませんが、原作ファンとして、 感想を言わせてもらえればと前置きした上で、吉尾のあの発言は、ひどいなぁと思っていますと作中の特定キャラ描写に苦言を呈しただけでなく、それを複数の大手ネットニュースサイトなどが取り上げたことで、大きな騒動へ発展した。2016年7月7日に、アニメ公式サイトにて、本騒動に対するスタッフ側の見解とみられるコメントが公開され、 コミックフラッパー編集部の許諾を得たものと釈明した。それと、並行して、吉本もタンブラーを更新し、図らずも、本騒動の拡大に関わってしまったことを謝罪した。その後、2016年8月24日に、BD、DVD で発売された、ニミコボックスでは、最終話の該当部分におけるセリフは無難な、内容へと修正されている。ウェブサイト単行本。 ありがとうございます。